こんなことは言いづらいんだけど、日本って経済的に当分アメリカに勝てません。なんでかっていうと、テレビを見ようが何しようが、日本の評論家の方でも何でも。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。仕事をしているとき、いつも同じことの繰り返しで退屈だなと思ったり、競合する会社や同僚のことばかり気になって苦しくなったりすることはありませんか？もしあなたが仕事に対して伸び悩んでいると感じたり、他者と比べてしまったり、退屈な気持ちになったりしたときこそ、大きく成長するヒントが隠されているかもしれません。今回は仕事をする上で役に立つだけではなく、世界の摂理につながるお話です。世の中はこの摂理に従って成り立っているのですが、多くの人がこのことに気づいていないことかもしれません。このお話を聞いて今まで気づけなかったことに気づいた方は、物の見方が変わったり、仕事に対する向き合い方が変わったりして、今までとは方向性を変えてみようと思えることでしょう。この国はあそこの国には勝てないっていうのが、一回で見分けられる方法があります。で、それをお教えします。まず、ビジネスと戦とは全然違うもんなんです。で、なんでですかって言うと、戦っていうのは相手の弱みにつけ込んでそこを攻めていけばいいっていう、弱いところを見つけるというのが殺しっこなんです。でも、戦争以外は大概は共存共栄か生かしっこなんです。その時に、例えば相手の会社を見る。で、自分のライバル会社を見て、せっかく見てきて、あそこはあそことあそことあそこが劣ってますよっていう、相手の悪いとこを話してる社長がいたら、その人は絶対相手に勝てません。なぜかっていうと、あそことあそことあそこが悪いっていうことは、自分がそれが得意だから、そのことを見てるんですよね。だから、あそこはうちの方が勝ってるって言いたいんですよ。ところが、勝ってる部分がそんだけあるのに、あなたの会社は、そこに勝てないんだよねって。ってことはどういうことですかっていうと、あなたよりいいところがあるから伸びてる。それをいいとこを探してくるんじゃなくて、悪いとこを探す人がいるんです。相手の欠点を見つければスッとします。気は収まります。だけど実際には勝てません。だから、こんなことは言いづらいんだけど、日本って、経済的に当分アメリカに勝てません。なんでかっていうと、テレビを見ようが何しようが、日本の評論家の方でも何でも、アメリカの欠点、アメリカは民主主義でここが悪いやそこが悪いと悪いとかずっと言ってるけど、そんだけ悪いとこがあってるアメリカに今日本は負けてるんです。ってことは、悪い部分の探すよりいいところがあるから勝ってるんです。そのいいとこを真似しない限り、アメリカを抜くことはできないんです。だから、すっとしたいために言ってるんだったら、より集まって愚痴言ってればいいです。だから、あ、この人は、もう本気で勝つ気はないんだ。もう負け犬の遠吠えでずっと言ってたいんだ。それだったら、あの人はこうなのよ。あそこの社長はこういう癖があって、こういうとこが良くない、ああいうとこが良くないって。で、そんだけ良くないのにあんた負けてんだよねって。ってことは、あそこには、それを補うほどのいいことが必ずあるんだ。で、本気でそのいいことを学ぼうとしたとき、相手の悪いところがどうでもいいの。だって相手の悪いところはこっち勝ってるんだよ。で、勝ってるところじゃないんだよ。あなたの負けてるところはどこですかって真剣になってじーっと相手を見つめ直したとき、相手に対する敬意が出てくる。素晴らしいなって、こんなことやってんだっていうことが見えてくる。だから、相手の会社のあそこの会社はこういうとこが良くないんだよ。うちの方がここが勝ってんだよ。それはビジネスの世界、仕事の世界においてそういうのを負け犬の遠吠えって言って、それも負けなんです。だから相手のとこ、あそこの社長すごいんだよ。こことこことここがすごいんだよ。あそこの会社こことこことここがうちより優れてんだよ。で、相手のことを褒め出したら降参したんじゃないの。降参っていうのは相手の悪いとこを探し出して、ね。あそこよりうちがここが勝ってる、あそこが勝ってるって言ったのがビジネスの世界においての降参なの。あ、この人もう心が降参してる。だっていいとこ学んで乗り越えようとしてないの。こことここがいいんだよ、あそこはって。これ俺たちも真似しなきゃいけないんだよ。
これならずっと聞いてた。あ、この人やがて勝てる。ね。それから、相手はあそことあそこ、うちはここのが強いんだって、強みを言ってるみたいだけど、そうじゃないの。これ負け犬の遠吠えなの。だから、それを聞いたとき、もうこの人は勝てないよ。そういう見方をすると、世の中よく見えてくる。戦争は違うよ。ビジネスと戦争って似てますって言うけど、似てるけど、大いに違う。ね。弱点を探してそこを攻めたって、ボクシングとかそういうならいいかもわかんないよ。でも殴りっこじゃないよ。ビジネスってもっと上の段階。殺しっこじゃないよ。もっと上の段階なんだよ。魂がもっと上の段階なんだよ。あら探すより、いいとこ探して、ここを見習おうって言った人間しか伸びないんだよ。ね。だからビジネスとは、殺しっこよりも魂の次元の高いものだよ。それにふさわしい人間かどうかをずっと見極めたとき、ここの会社はもう勝てない。この国は悪いけど、当分はあそこに勝てないよ。ね。人の国の荒へずらったってしょうがない。そこの国で直すことなの。それであんだけ荒があっても、我々より上だってことは、よほどいいものがあるんだ。我々は学ばなきゃいけないんだ。そのいいものは何だろうって言ったとき、もう悪いことなんか目がいかないの。人間の頭ってね、二つのこといっぺんに考えられないの。荒探してるとこは、時は必ずいいとこ見てないよ。で、いいとこ一生懸命見てるとき、荒なんか目がいかないの。いかないとき、二つのことは考えられないの。ね。だから、自分が負け犬の遠吠えを言ってるかどうか、会社でもそう、ライバルやなんかいたら、ときに、あいつは、ね、こことここはダメなんです。その人の悪口言い出したら、あ、この人はもう降参したんだと思ってください。ね。それより、相手のいいとこ、あいつはこういういいとこがあって、俺も見習わなきゃいけないんだって言ったら、もうその人はやがて、こいつの勝ちだ。悪口言った方が負け。そういうふうに思ってて、じーっと見てると世の中いろんなこと見えてきて、謝ることがない。目がね、見間違うことがないよっていうことです。これも100回聞いてください。よろしくお願いします。1ヶ月以内ですよ。はい。この世の中はね、想像と破壊でできてるんです。どう説明しても想像と破壊でできてるんですよ。簡単に言うとね。今私たちはこう宇宙に住んでるんだけど、宇宙は実は生き物。地球の生き物、星の生き物。だから寿命が来るとね、星ってバーンと爆発しちゃうんです。だんだん赤くなって光ってきてね、ドーンと光って。その星によって色は違うらしいんだけど、でまた塵になっちゃう。でその塵がまた集まってきて、新しい星ができる。細胞分裂のようなものなんだよね。で、この宇宙自体も生き物だから生きしてるんです。で、今はビッグバンでドーンと大きくなって、どんどん今、秒速で何万キロとかなんか言ってたね。なんかで広がってるらしいの。宇宙ってどんどんでかくなって。で、これ一定以上まででかくなると、今度は、ね、戻ってくる。で、戻ってきて、で、また一箇所に集中する。で、また大爆発を起こして、っていう、これを、宇宙の息というんだよね。で、この、もちろん、集まってくる中心がある。それから出てくる中心がある。宇宙には中心があるんですよ。で、それを、まあ、宗教でいうところの、仏教でいうところ、大日っていうやつなんだよね。神事教でいうと、芝神。宇宙の中心ね。大宇宙神とか、アラーとか、いろいろ言うんだけど、今は宗教の話じゃないんですよ。今は、創造と破壊を繰り返す。で、この創造と破壊っていうことを言うと、破壊って言うと戦争とかって思っちゃうんだけど、あれは秩序なき破壊なんですよ。で、神の破壊ってのは何ですかって言った時、計画的に破壊する。例えば、振り上がるんですよ。ね。でまあ、適当に直しながら使ってるのは、それはいいんですよ。けど、最終的にじゃあ、この上、なんかこう、3階建て建てようとか、ビル建てようって言った時、まさか白屋の古くなった家の上に3階建てたらどうなっちゃうのかって言った時、一回こう、壊さなきゃなんないよね。でも本当は壊す時って、どういう家建ててとか、わかりますよね。計画を立てますよね。それで壊そうじゃないかっていうことになりますよね。戦争なんかってそんなこと考えないんですよ。とりあえず壊しますよね。でも、普通の人はそういう壊し方はしないんですよね。とりあえず壊してから考えましょうとかって言ったら住むとこなくなっちゃうしね。
それで、創造と破壊を繰り返さないと、人間の細胞もそうなんだけど、作られると、今度壊れるんですよ。人間、山でもそうですよね。山を見てて、ふるさと10年ぶり返って山は変わんないなってことは、山変わってんですよ。山の木はね、やっぱり細胞が分裂しなくなり、また新しい細胞ができる。葉っぱだとそうですよ。去年の葉っぱ落っこってて、ね、今年の葉っぱ出てくるんだよね。で、創造されると破壊されるんですよ。ね、で、うちの会社もそうなんだけど、もともとこう、精神的な話をしてて、そういう仲間が集まって仕事になったんだけど、精神的な話もね、例えば神様の話も仕事の話も同じなんだよ。で、どういうふうに仕事をするかっていうと、新しいものを創造し、それを自分で壊していくんだ。よりいいものを作る。壊すときには当然、次の計画を練ってるんですよ。ね。寝らずに壊しちゃダメだよ。だけど、それをやり続けないと実は死んじゃうんですよ。で、あんまり対象として良くないんだけど、例えばディズニーランドっていうのがあって、ディズニーランドっての常にどっか壊してるんですよ。作り上げるともう壊してる、どっか壊してるんだよ。夜のなんとかパレードみたいなのやったとすると、もうそれを完成してる間にもう次のやつをもう、それを壊して次のことを考えてるんですよ。だから常に伸び続けたり、成功し続けるところっていうのは、創造することと破壊することを常に考えてるんだよね。常に創造し、常に破壊し、常に創造し、常に破壊するっていうことが繰り返されて行われるんですよ。で、嫌だと思うのが何しようが世の中はそうなんです。肌一つ、髪の毛一つ、すべてのものが創造し、破壊されるんです。この地球もそうなんです。創造された以上は、あと何万年とか何十万年とかすると、これも爆発してなくなっちゃうんです。ね。新しい創造し、新しい破壊さ。でもこれも繰り返しなんだ。で、これを嫌がって俺は嫌なんだって言った。あんたが嫌でもそうなんだっていう、ここが問題なんですよ。ね。だから、そのことを嫌だとかって思わないで、新しいものを創造していくんだ。ね。で、創造し、破壊し、創造し、破壊していくんだっていう、ことを繰り返す。これが日常は当たり前のことなんだ。だ仕事も当然そうである。すべてにおいてそうなんだ。で、破壊するっていうことは、計画的に出来上がったものを守っていくっていうことよりも、わかりますか？守っていくということよりも、常にそれ以上のものを考え出す。常にそれ以上のものを考え出していかなきゃなんないんだ。っていうことなんだ。そうすると、最初は拡張って、拡大できるんですよ。どん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 拡大。でも拡大って、ディズニーランドがいくら拡大してたって、日本中ディズニーランドにすることはできないんですよ。世界中ディズニーランドにすることもできない。どっかで一定数で区切られるんですよ。あれは新しいのを想像したけど、いつか想像というのは限界まで来たとき、じゃあ古いどっか直そうよ。破壊だよね。取っとくって考えが想像なんだよ。で、そういう新しい考えも出てくるの。前は古いはみんなぶっ壊して新しくしてっちゃったの。そしたらその中で何個か残ったの取ってこうよって。古いものも大切だから。そんなことは思い出しても新しい考えなの。で、それはそれでいいんだよ。だけど、常に物は創造と破壊を繰り返していく。だから、その創造と破壊ってのはほとんどの人間やりたくないんだよ。だいたい人間って怠け者だから、怠けたら幸せだと思ってるから、ただ問題は、怠けてる間だと年取るよねって、なぜ年取るかって言うと、どん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 そっちへ向かっていくんだよね。どうにも変えられないもんってある。要は想像と破壊って、どうにも変えられないんですよ。でやりたくないやつ、あくまでもやらないような作戦を立てるけど、あんたがどういう作戦を立てようと、ね、不況より、この前まで日本って景気良かったんだよ。でずっとその前がいいったって違う時代で来たんだよね。もう、なんていうのバブルの時代なんてもう破壊されちゃったの。ないんですよ。ずっと不景気がこのまま続くんですかって言うと、そうでもないんだよ。ついに、世の中ってのは動き変わる。で、僕っていうところの無常である。無常って白状とかって言わないんだよ。罪じゃないって言うんだよ。同じことはずーっと続かないんだよ。ね。今昼だけど文字夜になっちゃうんだよ。ずっと今日がいいなったって明日になっちゃうんだよ。ね。で、常に新しく、出てくる。その中で生き抜こうと思っ
って成功する人間っていうのは、それを嫌だと思わないこと。当たり前なんだ。この夢は続いてくれればいい。ね、続かないんです。で、そんなこと、宇宙の成り立ちからしてないんです。この宇宙は、創造と破壊の神様が作ったんです。もし神がいるとしたらね。芝神の息なんです。で、そこに住んでるんだから自分は、そこから逃れて生きるんだって。できないんです。で、永遠に創造し、それは破壊され。そして、また、創造される。で、人間だけが何かをやったとき、次の計画なしに何かやっちゃうんです。だからそれを計画的にやらなきゃいけない。で、計画しなくても戦争が起きるんですよ。いろんなことが起きるんですよ。でも失敗する人ってのは、計画的にやってないんです。で、それはなぜ計画的にやらないかというと、このままが続けばいいという考えに、このままが続けばいいし、このままが続くというから次を考えないんです。このままが続かないんです。だからうちの会社ってなぜ売れてるうちに新しい商品を出すんですかと。続かないんです。で、また続くわけがないんです。私が続くと思い、みんなが続くと思っても、続かないんです。常に続かないんです。だから、車社会は続いてます。車は変わってるんです。それがまた限界まで達したときに、この世の中って二酸化炭素がこんなにいっぱいになっちゃって、次は、ね、燃料電池のように二酸化炭素を出さないで走らせようとか、常に変わっていくんです。ね。変わんないように見えるのは、あんたの意見だけで、常に人は変わってるんです。全てが変わってるんです。で、そのことを嫌がってもダメなんです。嫌がっても変わるんです。だとしたら、変えるように持ってっちゃった方がいい。で、より変えていく。そのことを恐れちゃダメなんです。で、問題は、恐れても変わるんです。だから、恐れずにそれの方へ突き進んでった方がいいんです。どうせやらなくならないんです。だから先にやってりゃいいんです。うちは、この創造と破壊を一歩先にやるんです。で、それが成功の秘訣なんです。だから、どんな宗教も、どんな、例えば神事も、精神的なことも、すべてが創造と破壊なんです。で、これを止めることはできません。このままでいいんだっていうふうにしたら、そのものは崩れるんです。今、日本の官僚制が崩れてる。みんなあのままがいいと思ってるんです。でも、あのままにはいかないんです。で、必ず崩れてくるんです。それで、崩すのが嫌だって言えば、もっと大きい力がそれを崩すんです。止められないんです。ということです。これが創造と破壊の話です。理解する人だけ理解してください。で、終わります。ありがとうございます。感謝してます。この世はすべて創造と破壊でできています。毎日が同じことの繰り返しのように思えている人にとっては、少し驚かれる考えだったのではないでしょうか。人間の体内では毎日細胞の入れ替わりが行われています。全く変わらないように見える自分自身や周りの人の細胞も、生まれた時からずっと同じではありません。そして、見慣れた街の景色も木々も風も、昨日と同じものは何一つありません。人間が変化することを嫌だと思ったり、億劫だと思ったりするのは、潜在意識に原因があります。潜在意識は現状維持を好みます。それにより何か新しいことをしようとするとブレーキがかかり、面倒という気持ちが湧き起こってきたり、思考停止したりして行動するのを止めてしまいます。現状こそ安全であると判断している潜在意識にとっては、変化は危険なことだからです。人間の体は小宇宙と言われていて、人体は神の創造が封じ込められた容器であり、宇宙の神秘的な摂理を反映するという考えが古くからあります。潜在意識が現状維持を好んだとしても、私たちは日々変わり続ける細胞でできています。現状で居続けることではなく、変わり続けることこそがこの世の摂理です。一度成功した方法でやり続ければ、このままずっと成功し続けると考えることもあるかもしれません。しかし時代は変わり、人々の考えも変わっていきます。世は無常で、
この世に変わらないものはありません。今まで数えきれないほどのブームが生まれ、終わりを迎えました。このままずっとが続くということはなく、今まで通用していたことが通用しなくなるのが当たり前のことなのです。自分の仕事がそういう状況に直面したときに、もうダメだと嘆くのではなく、通用しなくなったことに気づけてラッキーだと思い、新しい創造のアイディアに生かすようにしてみてください。仕事をする上で大切なことは、新しいものを創造し、常にそれ以上を考えること。がむしゃらに破壊し創造しようとするのではなく、きちんと計画を練って実行することです。成功したらそれに関わらず、次の一手を考え続けることが真の成功者です。そして仕事やビジネスをやる上で心得ておくべきことは、ライバルや競合する相手の欠点を見つけることなく、相手のいいところから学ぶことです。相手の悪いところが目についたときは、他人のことばかり気にしてしまい、自分のやるべきことに集中できていないサインなのだと思うようにしてみてください。ビジネスは単なる勝ち負けではなく、もっと魂が上の段階の話です。相手の欠点を見て安心したり、相手を蹴落として成り上がろうと思ったりせずに、一緒にこの業界を盛り上げていこうというような気持ちを持ってみてください。あなたにはあなたにしかできないこと、他人には他人にしかできないことがあります。それぞれの個性を守り、見習えるところを見習ってお互いに成長していけるといいですよね。破壊という言葉に恐ろしいイメージがあったかもしれませんが、悩みや苦しみから抜け出すこと、悪い現状を打破するのも破壊の一つです。生きていく中で苦しんだり辛い気持ちになっても、その気持ちを壊して真新しい気持ちになり、前向きになって人として成長したという経験は何度もあるのではないでしょうか。人の心も創造と破壊を繰り返すことで成長していきます。そして時代によって物の考えや見方も変わっていきます。変化が訪れた時は、古い考えにこだわることなく、まっさらな気持ちで物事を考えたり見たりするようにしたいですね。人間が現状維持をしようとしても、時には人知を超えたものが襲いかかってくることがあります。望まぬ破壊が起こっても、人々は知恵を出し合い、そこから新しい発想を生み出し、再生し、何度も立ち直ってきました。人間には皆底力があり、無限の可能性を秘めています。新しい事業を始めようとしたり、新しいことに挑戦しようとしても、恐ろしいと感じてひるんでしまうこともあるかもしれません。しかし立ち止まっていると取り残されてしまいます。本当に恐ろしいことは何もしないことです。新しい一歩を踏み出すのは勇気がいるかもしれませんが、想像も破壊もしない限り次の未来を切り開くことはできません。人間は本能的に現状維持を好みますが、やろうと思えばすごいことができるのです。想像と破壊を繰り返して未来を作り出していきましょう。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。